はいどうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、小悪魔がね、ついに超絶強化されましたので、こちらちょっと使っていこうかなというふうに思っております。診断で、革命的なカードがたくさん追加されておりましてですね、メインモンスター、エクストラモンスターめっちゃいっぱい追加されてるんで、ちょっとまあ、簡単にね、説明していこうかなと思うんですけども、まずメインデッキはね、小悪魔だけで動かせるようになりました。今まではね、やっぱ春化粧とか入れないとちょっと厳しかったりしてたんですけども、あとシェードブリガーとか入れてないときつかったりしたんですけども、結構小悪魔だけで回せるようになりました、まあ、一応まだシェードブリガンタイムも入ってますけど、あの貫通札として。で、新規追加されたのが、まあ、今回採用してるのはこの2種類なんですけども、プティカの小悪魔、召喚に成功したら小悪のその手札に加えるっていう効果と、特殊召喚に成功した時にフィールドの特殊召喚されたモンスターを除外すると次の、スタンバイフェーズまで実質スタンバイフェーズに相手は除外されてる自身のモンスターを特殊召喚するって効果があるんですよね。で、このカードがモンスターゾーンに存在する限りホール落とし穴通常トラップカードの効果が受けないみたいな、まあ、そういう効果も一応あります。小悪魔の共通のね。で、プティカでサーチできる小悪の園っていうカードが、これ小悪魔の召喚権追加できるっていう効果なんですよ。だからプティカプラスなんか、トリオンとかプティカプラスランカみたいな、その今まではハンドルかさばってしまっていた小悪魔モンスターたちを、まあ、プティカからの園によって、まあ、展開していけると。で、召喚成功時の効果をバンバン使っていけるっていうところでめっちゃ強くなってます。で、このカードがフィールドゾーンに存在する限り、昆虫植物モンスターは一旦に一度だけ戦闘では破壊されないということで、セラにね、あの戦闘破壊耐性をつけることができます。今まではセラぶん殴られてから展開されるみたいなことあったんですけど、結構これがなくなったのでね、非常に強いですね、このフィールド魔法は。で、サーチできるんで1枚でいいと思います。で、ランカの小悪魔も初動になってまして、これ召喚成功時小悪魔サーチできるんですけど、キノの小悪魔ってやつが追加されてまして、これ小悪魔モンスターが存在する場合、自分メインフェーズに特殊召喚できるっていう効果があるんですね。で、一応縛りが、エクストラデッキから昆虫族、植物族しか出せなくなるみたいな縛りがあるんですけども、これ特殊召喚できる小悪魔めっちゃ優秀なんですよ。で、しかも発動する効果なんで、ちゃんとセラの効果が起動すると、これめちゃくちゃ強いです。はい。で、自分の魔法トラップゾーンにセットされたカードは一旦に一度だけ効果で破壊されないということで、天国の王ですね。はい、実質サーチできる天国の王です。強いね。これ欲しかったんですよね、小悪魔って。後ろを結構剥がされること多いんでね、羽防飛とかそういうのでね。で、エクストラデッキの、新規はね、アテプスの小悪魔ってやつとシュトリスの小悪魔あたりが新規追加されてるんですけども、まずシュトリスが、小悪魔は何でもサーチです。レベル 4×2、 これレベル 4×2 で作れるんで、どんなデッキからでも小悪魔ムーブが可能。シュトリスの小悪魔から機能持ってくればもうそこから小悪魔に行けるんで、めっちゃ優秀これ。はい。で、素材を除いてデッキから小悪魔モンスター1体手札に加えて、そのサーチ効果以外に、元々の持ち主が相手となるモンスターが効果で、除外されるか墓地に来られると、まあ、例えば奈落の落とし穴とかさ、高架下の落とし穴とかで相手破壊するとするんですか。そしたらそのうちの1体選んで、素材にできるよっていう効果があるので、例えば高架とかとコンボしてもいいし、あれです、プティカ、これ特殊召喚成功時にモンスター除外できるんですけど、これの効果使ってシトリスでそれを吸収するみたいな動きもできるようになってます。非常に強いですね。で、アテプス、これはね、小悪魔のあまりにも低すぎる打点不足を、ケアしてくれるカードになっておりまして、いや、これめっちゃ優秀なんですよね。リンク召喚したこのカードはトラップカードの効果がないという効果と、自分の持ちに通常トラップカードが存在する限り自分のフィールドの小悪魔モンスターは打点が1000アップする。これが超優秀なんですよ。小悪魔ってやっぱ打点が低いんでね、これリンク3で1800とかクソ雑魚じゃないですか、打点は。なんだけど、この1000アップするんで、打点が2トラップあれば。なんで、なんか全部の打点が2500以上ぐらいにはなってくれるんですよね、小悪魔の。だからね、ワンキルが取りやすくなりました。3ターン目とか4ターン目ぐらいにね、こいつを出せば。で、しかも、1ターンに1度、昆虫とか植物モンスターの数まで、フィールドの表側のカードを、無効にできて、で、破壊もできると。なんかアクセスコードトーカーみたいな感覚で使えますね、効果をかけないモンスターはどうしようもないんで、ちょっと頑張ってクルヌギアスで頑張ります。で、盤面の作り方なんですけど、ランクはね、めっちゃ拮抗勝負飛んでくるんですよね。だから拮抗勝負無限に打たれるんですよ。なんで、ちょっと拮抗勝負ケアしないとダメだなっていう、ところで、これちょっとツイッターで見かけた方法なんですけど、スプリガンズメリーメーカー、これをね出して、で、ギガンティック重ねて、で、
レギュラスサーチするっていう動きすると、一応メリーメーカーの、あ、メリーメーカーってちなみに超汎用なんですよ。レベル4かけて作れるんですけど、メリーメーカーで、ロッキー落として、チャンピオン出して、チャンピオンでレギュラスサーチ、レギュラスでロッキー装備ってやると、一応レギュラスが何でも効果1回無効にするじゃないですか。だから一応キックオケができるっていう。魔法トラップがね、やっぱね、無効にできないですね、あの怖くもって。もちろんモンスターには強いです。あの破壊とか、まあ、無効とか、無効とかめっちゃあるんですけど、あのね、魔法トラップでのね、なんかそのこういうカードめっちゃ弱いんですよね。なんで効果無効を立てるということで、まあ、神の宣告とか入れてもいいと思うんですけど、神の宣告引けないんですよね。俺最初神の宣告3枚入れてて、全然引けなくて意味ねえなってなって、でなんかいろいろとあの構築探してたら、このギミックがあの強いよっていう話だったので、ちょっとこれ採用しました。はい、まあそこそこね、あのまあちょっと先行でランク4立てるときに、要は1人立てた方が正直盤面は強くなるし、まあ、フレッシュ当たった方が強くなるとは思うんですよ、基本的には。なんですけど、拮抗を重く食らいすぎるっていうところがあるので、今回はレギュラスを採用と、まあそういう感じですね。はい、でシェードブリガンナインとかは完全になり得るんでね、なんか普通にランカにうららとか打たれて止まっちゃうとかはあり得るんで、全然。なんでそういった時に、セラから動いていけるように、採用してます。でホールティアの小悪魔っていうモンスターが、実質シェードブリガンナインで通常トラップをぶん投げると手札からあの発動できるっていうトラップなんでね、これを、まあ、ぶっかまして、セラの展開につなげていくというところですね。非常にね楽しいデッキになっておりますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。デュエルスタンバイ。罠デッキマジで多いな。罠デッキしかいねえ。もうなんか高校取った瞬間に世界終わるみたいなとかあるから、やっぱ拮抗勝負は入れないといけないかもしれないな。これどっちか行こうかな、まあ、プティカ止められてからでいいか。プティカ召喚して止められてから一応金券でなんかあるね。さあ何らかの誘発は持っていそうな気配はありますが、とりあえず金券を発動した。あ、ゾウジーか。いや、ちょっと重いっすね、ゾウジーは。ゾウジーか。まあ、とりあえず金券打つか。はい。で、6枚除外して、ちょっと考えます。ロッキーいらない。プティカいらない。墓穴ホール、増殖する G、ティオ。うらら、うわー、うららじゃねこれ。これうららじゃねこれ。うららだわ。ちょっとあの増進中なんで、まあ、もちろん展開はできるんですけど、まあ、G 打たれてるんで止まりますか。止まるっつったってセラーを出しますけどね。でセラー出して、で戦闘破壊耐性つけて無限法要とホールティアでお茶濁していくか。はい。で、セットセット、まあ、一応これで止まれるのも、まあ、あの小悪魔のいいところっちゃいいところですね。はい、まあ、展開そんなに強くないけど。さあとりあえず増殖する G をぶち込んでいく。参戦ケアでとりあえずドローフェイスにぶち込んでいく。よし、翔太 OK。 引っ越やめて。天国の王、なるほど、ラベルですから。小悪魔からラベルですから、ちょっとわかんないけど、天国の王か。天国の王入ってるとなるとランク4入ってそうだよな。なんかわかんねえな。うわ、伏せすぎだって。天国いるからトリオンで破壊できんや、あの伏せカード。キモいんだが。うわー。全部持ってる。全部持ってる。厳しくなってきたな。非常に厳しくなってきた。非常に厳しくなってきた。なるほど、伏せカードの枚数で勝負決めようってか。プティカ意味ねえんだよな、対象取るもんな。大体対象取るんですよ、小悪魔って。対象取ることしか脳がねえからさ、基本的には。ちょ、選んでくれ、たまには。たまには選んでくれ。まあ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 、まあまあまあ、どうしよっかな。狡猾とか本当の意味ないんだよな。これ墓穴ホールセットしとく説は結構あるなと。これも怖くも意味ないもんな。特殊召喚したターンしか意味ないから、まあ一応墓穴ですね。墓穴セットしましょう。これで一応天国の王をなんとかして処理たいです、基本的に。さあとりあえず次元障壁ぶち込まれる。これ対象取れないで無限法要もね完全に腐っております今。あ、もうどうぞ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 。まあ、一応通常トラップ発動してくれたんでセラの効果起動いきますね。
ただエクシーズ宣言されちゃったので、ね、エクシーズきついな。アティプスってさ、通常トラップ除外したら、破壊はできるんだよな。あ、でも相手の効果で破壊されねえか、ダメだ。いやレディ強すぎる、マジでヤバすぎ、なんかクソヤバいわ、クソヤバい。このレディオブザラブリンスが言うケツデカ女、不正多すぎなんだよマジで。デーモングリッチか、なるほど。デーモングリッチ、まあ、一応うらら打つか。悪魔族送る効果入ってるから、うららで止められるんだこれ。いや、あのビッグエルカムでよかったね、これうらら。いや、おいミスったわこれ。デーモングリッチに打つのゴミだわ多分。いや、さすがに見るかもあるもんな。いや、これはミスった。あ、いやでも、うん、ミスったわ。素直に非を認めるわ、ミスりました。エクシーズできないのマジ。まあ、一応ちょっとクラリアセラとかでエンド、お茶濁してエンドするしかないかな。まあ一応エクシーズとリンクが入ってるんで、まあ、事件障壁にもまあそこそこは抗います。ああ、なるほどね、なるほどね。まあ一旦アティプス出しても意味ないしな。表側表示のカード1枚選んで破壊する。破壊されないんだよあいつは。あいつ破壊されないのよ。何あのレディー・オブ・ザ・ラドビンスとかいうカード、強すぎるよ。強すぎるて。まあ、トラップカードの効果受けねえからな。一応リンク召喚しときゃで、戦闘破壊体制ついてっからよ、コークの園で。まあ意外となんとかなる。まあ、一応セットしてエンドするしかない。やることねえ、あの2900の壁抜けねえ。どないしよう、どうやって突破するんだあのモンスター。サロスエレスとか入れた方がいいな。サロスエレスクルヌギアス入れないとちょっと無理かもしれん。まあとりあえずプティカでウェルカムラビリンス、まあ、ウェルカムラビリンスはいいや、ウェルカムラビリンスはいいです、ウェルカムラビリンスはいいです。はい、で、あ、でもウェルカムラビリンスってこれ何出てくるんだろう。なんかワンチャン除外できるな俺。ウェルカムラビリンス、白金の城、はい、あ、なるほど。あ、これ、いや、これ、あ、来たかもしれん、来たかもしれんぞこれで。こうして、あ、でも結局帰ってくるか、まあ、帰ってくるけどトラップは増える。帰ってくるがトラップは増やすことができて、でセラちゃんはマジで罠効果を受けないから、ま、マジで強い。いや、トラップカードの効果を受けないの結構ラビリンス側も困るだろこれ。クラリアもセラもこ、あのトラップカードの効果受けないからな。うつしお離れやばい。いや、でも縦列的に、縦列的にいける。レディは対象に取れないけど、上司は対象に取れる。ちょっと写しを離れ無効でお願いします。さあ、なんとかしてくれ、頼む。よし、これで写しを離れば実質無効。危ねえ。でセラちゃんが耐えて、ホールティアセットして、もう効果差打てねえなこれ、この感じだと。さあどうしますか、天国の王くん。一応ポケソウル僕ありますよ。あの伏せカードなんだろうな。あー、や、闇デッキ、え、レディーコストにすんの、トラップカード、え、マジ。ちょ、ホールで出すわ。え、ってこれ、これって機能の効果で破壊されないんじゃねっていうか、あ、増字ね。まあ、一応打つか。で、相手手札天国でしょ。え、なんか、ま、まくったくさくない。なんかまくったくさくない。これ特殊召喚で、まあ、まくったっていうか俺が先行かこれで。はいはい、で、はい、キノちゃん強すぎて、セットカード一切破壊されませんでした。キノ強え、闇デッキ効かんだ、このデッキ。なんか俺頭悪いからさ、わなびデッキ苦手なんだよね。なんか元も子もないこと言うけど、通れ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 通ったー。よし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 、
よし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 、増字通ったらこっちのもんだな。わ、言うてる小悪魔めっちゃドローしたからといってなんかすごい手数が出るかって言われるとあれなんだけど、まあ、園来てくれたらまあまあまあみたいなところかな。グランギニョルね、 OK で、悲劇のデスピアンと、カルテシア了解です。でグランギニョル効果、何らかの光闇モンスターを送る。でサロニール、なるほど。あ、え、悲劇効果発動せずこれ、あ、わかった、あ、そういうことか、なるほど、悲劇効果発揮して楽園融合セットね。うまいね、なるほど、はい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 、なるほど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 、強引に楽園融合にアクセスね、なるほどね、 OK、 はい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 、アルビオン、アルバスでルベリオン、了解しました。まあ、これ多分、まあ、そんなやばい場面なんないでしょ、増字取ってるし、まあ、なんだろうこれミラジードくらいなのかな。まあ、一応多分一番ドローを抑えられるのは多分リンドブリム、あの消化してエンドだけどね、ラグニーゴだったね。まあ、ビーステッド多分ないんだろうな手札に。でミラジード、はいはい、まあ、そこそこ引けたけど、あんまなんかあれだな、言うて微妙な微妙なカードしか来ねえの。ドロー、なるほど、プティカの小悪魔強ない。え、これモンスター効果無効になんなければとりあえず一回ちょっと、セットしてから考えますわ。シェードブリンカンダイはいつでも遅延できるんでね、あのセットしてくるのに故障がないみたいなとこあるんだけど。でプティカの小悪魔召喚効果発動して小悪魔の巣のサーチをしたいです。私はサーチできるか、発動で召喚、あー増字G か、出すか、出しますわ。増字結構重くなりました、言うて展開デッキになってるって。なんか小悪魔なんか今まではねイメージ的にはなんか召喚して学生してエンドみたいなイメージだったかもしれないですけど、皆さんね、あの今の小悪魔めっちゃ展開するんで結構厳しくはなっていますね。これさ、リダン出してさ、これリダン出してぶん殴りに行って、これアーゼウス乗っけるぞの構えしたいんじゃない？なんかこれでワンチャンなんとかなりそう。はい、これバトルなんじゃないかな、まあ、一応展開もできるんだけど、小悪の園あるから。でこれバトルって言ったらさ、これアーゼウス乗っけられて相手やばいって思うかもしれないよねこれ。あ、ミラージュ使ってくる、ここでマジ？リダンの効果ご存じない？結構踏めたぞ。赤の楽園、なるほど。で、クロゴリュウ、アルビオンを回収どうぞ。はい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 、どうぞどうぞ、全然どうぞ。何ですかこれは？あれですか、キマイラですか？でもあんま関係ないか、キマイラは。カードなくなるし。ドラゴスタフェリア。え？もう遅くないか。それもう遅くないか。これ俺逃げたらミラージェイドのさ効果でさ、なんか戻さないといけなくなるよね相手。え、これすごいかわいそうなことになるよね。どっちでもいいんだけど、まあグランギニョルの方が鬱陶しいからグランギニョル戻してあげて、でミラジェイの効果でモンスターを除外しなければならないのでドラゴンスタフェリアどっか行く。なんか知んないけど、なんかすごい踏めた、やった、ラッキー、めっちゃ踏めた。これトリオンからだな、トリオン召喚増字中なんでドローは抑えたいですね。基本的にはどうしよっかな、墓穴ホール底なし落とし穴ホールティア狡猾、あのデッキ何が強いんだろうな、まあ狡猾持ってきとくか、大好きな狡猾持ってきとくか。でセットセットセットケツ穴確定ね。これいや、これリンク召喚はした方がいいか、さすがに、さすがにセラーは出した方がいいね。はい、これでしかもセラー戦闘破壊耐性ついてるの偉いですよね。でエンドパラエックな、なんかちょっとパラエックのところ拮抗勝負とかにしようかな。
あれですね、高校まくりクラ系カード欲しいですね。やっぱりパラエクはなくてもまあ回るから、別に なんかワンチャンなくてもいいわ。道はあったらあったら呼べるようになるんだけど。で、楽園遊具をセットされていく。リダン効果発動する。はい、よっと魔法カード、トラップカードやったけど、まあいいや。で、ルベリオン、はい、で、ルベリオン効果ビーステッド出てきて、マグナムーと、はい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 、どうぞ。マグナムくん、まあ向こうにしちゃうか、これ。いや、これ向こうにしちゃう方がいい気がするな。サーチか、狡猾打てなくはなりそうだけど、まあいっか、狡猾とかあんま刺さんなそう。あれ、とりあえずマグナムートの効果向こうにします。バリバリします。バリ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 。あ、ていうかこれ罠カード発動したからさ、これえ、あ、てか相手さ、なんでさ、アルビオンで楽園をセットしたの。あれ、手札に回収するもんじゃないの。墓地に落ちてるやつをセットした方があれか、あの2、3回打てるからってことか。でもそのセットしたカードが頭にあるぜ。欲張ったな。欲張ってしまったようですね。大丈夫ですか。楽園遊具が墓地に行ってしまいましたよ。ああ、2枚もう行ってるじゃん。もう楽園打てないじゃん。大丈夫大丈夫。大丈夫じゃなさそう。大丈夫ではなさそう。なるほど。開幕は別に落としてもいいや。開幕を落としてドロー。はい、ワンドロー。あー、オッケー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 。強いね。あのセカードなんだろうな。追放とかが神の宣告、やっぱ遅えわこれ。いらねえわこれ。神の宣告、神の宣告とかいうカードいらねえこれ。マジで遅すぎる。マジで開幕どんだけ吸う。遅すぎて、もうなんか好きな時にサーチできないしな。なんかこれさ、拮抗勝負ケアする方法誰か知りません。怖くまで、怖くもその発動する。トリオン除外して、トリオンとかいうバチクソインチキ最強ムーブぶっかます。で、トリオン効果相手の捨てカード爆破超融合。危ねえ。危ねえ。え、これ何にもしないんだこれ。この盤面超融合で強くね。超融合効かないの神デッキじゃんこれ。超融合効かないの神デッキ。あ、これ種族ちげえわ。ガルーラとかも出せないんだこれ。つまり種族属性が同じでカード名が異なるみたいなね、条件だよね。ガルーラとかも出せないんだ、強え。闇属性でもねえし。なるほど、これ超融合が刺さんないのは非常に優秀と言っていいですよこれは。あとはまあ打点を作りに行けばいいんですけども、まあ、とりあえずですね、落とし穴を回収しに行きまして、はい、でこれで、まあ、クソ適当に打点を、まあ、出せばいいんですけど、どうやって打点出そうかな、まあ、とりあえずちょっとここからいくか。オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚、シトリスの小悪魔の効果を発動。オーバーレイユニットを1つ取り除いて、自分のデッキから小悪魔モンスターをサーチ、そしてティオの小悪魔を召喚して効果を発動。召喚成功時、小悪魔モンスター1体を墓地から特殊召喚することができる。何でもいいよこれは。はい、そして、はい、でですね、史上最強モンスター爆誕させますか。ここリダン使えの偉。一応残しとくわ。はい、はあ、かわいい。召喚ムービーあるの、かわいい、ゲロかわいいじゃん。ゲロかわいいんですけど、時間ないんですけど、小悪魔の打点やばいんですけど。対戦ありがとうございました。小悪魔18金ストラック好評発売中。あー、拮抗勝負来てるね。
いや、拮抗勝負やっぱないと、まあ、あの広告ちょっと学びきついね。まあ、羽根ぼうきと拮抗勝負を入れてなんとかしたいっていうところはありますよ。学び今めっちゃ多いんで、まあ、羽根ぼうきは多分入れた方がいいかなっていう。テレフォン、わわ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 、ワンチャン、やばいやばいことをしようとしていないか。うーわー、やばいことをきたー。なんか知んないけどテレフォンループ始まりそうな気がしますけど、皆さんこのカードなんで禁止になってないんでしょうか。おい、お前ふざけんなよ、ちょふざけんなよ。これなんか拮抗勝負聞く盤面にしてくんねえか。ちょ、あの先行制圧するのはいいけどさ、ちょっと拮抗勝負聞く盤面にしてくんない。トイレから帰ってきても全然展開終わってなくて草タイムアウト、タイムアウトしろ、タイムアウト、タイムアウト、タイムレスコンボ炸裂しろ。ジガレス君これ何ですか。あ、2枚ん違うわ。あ、今クトグアのドローか、クトグアドローからの、自分の文字からモンスター特殊召喚、キモ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 い、何を蘇生されるやつこれは。ふざけんな、なんだこれ、やばいぞ。俺なんか先行制圧とかいう話なくなってきた。やばいことしようとして、やばい、ヒエラテックテキストを捉えようとしてないこれやべ、クソライフ回復してんじゃん。強すぎん